はい、こんにちは。今回は無敗ながら世界王者になれなかったボクサーを紹介いたします。サーシャーシベリアクバッシング。サーシャバクティンはアマチュアエリートとして世界ユース選手権3位となるなど活躍し、プロを目指して競泳ジムに入り、ロシアの伝説的なコーチであるアレクサンダー・ジミンからボクシングを教わりました。プロ入り後はデビュー2年余りで日本王者になり、日本王座を9度防衛し、OPBF 東洋太平洋王者にもなり、 WBA も WBC も上位にランクされながら、世界戦の機会に恵まれなかったのでした。サーシャのボクシングは長い距離を保ちながら左ジャブを突き刺し、相手が入ってくると強烈な右アッパーや右の打ち下ろしをカウンターで合わせ、相手のパンチが当たらない距離に身を置き、自分のパンチだけ当てながら相手を弱らせていくのです。サーシャは元 WBA 世界王者ネオマール・フェルメノをはじめ、本田秀信選手、ネルソン・ゲレーロ、川端選手、ルイス・メレンデスといった世界タイトル挑戦者たちを一方的に破っております。元日本王者の本田選手でさえサーシャにパンチを当てることができず、またサーシャの多彩な攻撃を防御することができず、一方的な展開となっていくのです。アイク・イベア・ブッチはヘビー級で1994年から1999年まで戦ったナイジェリア人の元プロボクサーです。イベア・ブッチはナイジェリアの軍隊に行くつもりでしたが、タイソン対ダグラスの試合を見てアマチュアでボクシングを始め、国内王者になり1994年にプロデビューいたしました。デビュー後は20戦全勝 15KO の記録を残したまま、1999年にラスベガスの刑務所に投獄されました。パワフルな連打と手数の多さでヘビー級を席巻し、当時27戦全勝の強打のデビッド・ツアと戦いました。イビア・ブッチは20戦目に後の世界王者クリス・バードと対戦いたします。クリス・バードはこの時26戦全勝 14KO の戦績を誇り、
サウスポー構えの防御は巧みなボクサーです。イビアブッチはクリス・バーンズの技巧に手こずりますが、5ラウンドに強烈なパンチを叩き込み、形勢を逆転させるのです。田辺選手はアマチュアで115勝5敗、しかも東京オリンピックの金メダリストの櫻井選手をも下していました。プロデビュー後21勝1分けと無敗のまま引退したのです。田辺選手の最後の試合は当時の世界王者オラシオ・アカバルとの一戦でした。スピードに勝る田辺選手は3ラウンドに早くも王者からダウンを奪います。ノンタイトル戦で世界王者を破った田辺選手、5ヶ月後に赤ベルトの世界タイトルマッチが決まったのでした。しかし世界戦に向けてトレーニングをしていた田辺選手に悲劇が起きたのです。ラズロ・パップはアマチュア時代にロンドンオリンピック、ヘルシンキオリンピック、メルボルンオリンピックと3大会連続で金メダルを獲得いたしました。メルボルンオリンピックの翌年プロデビューいたしましたが、母国ハンガリーは社会主義でしたのでプロの興行を認めていないため、ドイツやフランス、オーストリアなどで試合を行い、勝利を重ねていきました。パップのボクシングスタイルは、フットワークをあまり使わず、速い踏み込みで距離を詰め、上体の動きでパンチを避け、サウスポーから力強い左ストレートを叩き込むのです。パップはタイガー・ジョーンズやクリステンセンなどヨーロッパのミドル級のトップ選手を次々と破り、ついに世界挑戦の機会をつかんだのでした。しかしハンガリー政府はビザを発行せず、世界戦をすることがなく引退をしたのでした。